サムさん、今日の神戸大学でございますが、皆さん、設問形式、こういう感じになっております。さあ、ホワイトボードを使いながらですね、進めてまいりますので、頑張りましょう。サムさん、第一段落でございます。皆さん、本文ですね、こう見えてるところまで一読をしていただいて、そしてこの下線部一番ですね、に対応する設問がこれでございます。皆さんもこのタイミングで考えていただいて OK でございますが、この後ホワイトボードでも解説をしますね。サムさん、下線部行ってみたいと思います。皆さん、the less likely it is... というところですが、皆さん、下線部の左側、逆らっていただけますとですね、the more people... という表現がございました。ですから皆さん、ちょっとオレンジの四角で囲みましたが、the more... そして、the less... ということで、皆さん、the 比較級、the 比較級でしたね。ですから、皆さん、これの説明の動画はですね、すでに撮影させていただいてるんですが、知りませんという方いらっしゃるかと思いますので、皆さん、スマホでご覧になっている方、画面の右下にですね、このボタンがあるかと思いますので、皆さん、後で押していただけるとですね、リンク先貼っておりますので、この後、お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。で、皆さん、そこで説明はさせていただいてるんですが、皆さん、ザ・比較級、ザ・比較級。うにゃうにゃすればするほど、ますます、ということですが、今回はザ・レス・ライクリーということですので、可能性があんまりないんですね。で、皆さん、ライクリーの右側、少し構造を確認するとですね、it is、ということです。で、皆さん、もちろん、B 動詞の右側にはですね、まあ、このあたりですね、本来であれば形容詞が来るはずなんですね。ですが、という話になっちゃっております。で、そんな時にですね、皆さん思い出していただきたいのが、このザ・比較級、ザ・比較級の場合には、これですね、語順に変化がやはり起こりますので、ですからそれを皆さん、思いついていただけますとですね、そうだそうだ、ザ・レス・ライクリのところが本来、まあ、このあたりですよね。にあったんだというふうに考えていただけるとよろしいかと思います。ですから、it is。で、皆さん、B 動詞の右側、本来は保護ですが、それが、ザ・比較級、ザ・比較級。これに連れられてですね、一番先頭、まあ、左側に行っちゃってるというふうに解釈していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ザ・レス・ライクリーということですから、可能性があまりないんですね。可能性が低いということです。じゃあ皆さん何の可能性が低いんですかっていうと、anyone of them、will render hand ということで、皆さん、them と言われたら皆さん複数形、複数名詞でございますので、皆さんこれ辿っていただけますと、この people だろうというところで問題ないかと思います。で、じゃあ、人々、で、皆さん any もくっついております。皆さん、なんで any ついてるんですかと言われたら、皆さんもちろん、左側に、まあ、この辺りですね。The less likely 特に less という表現ございますのでこれでしたね。皆さん否定語があるからこそ皆さん any になっていると皆さん not うにゃうにゃ any という表現を皆さん今までなんか見てきたかと思いますがそれの変形 less になっているだけです。ですからほとんど可能性がないですよ、可能性が低いですよ。じゃあ何がと言われたら、その人たちですね、人々、のほとんど誰もが、will lend a hand ということで、手を貸すんでしょうかね。誰もが手を貸す、そういう可能性はほとんどないですね。というふうに解釈していただきますと、選択肢選べるかと思います。で、今説明を聞いていただきましたが、皆さんこの下線部の後半ですよね。皆さん誰も手を貸す可能性が、皆さんレスライクリーですから低い、手を貸す可能性がほとんどないと言ってる選択肢が選べてるかと思います。で皆さん手を貸す可能性がほとんどないわけですよね、非常に可能性は低いという話でございます。ですから選択肢の A だったらグレートのところがダメでしょうし A だったらハイのところがダメですよね。で選択肢の E ですが皆さん Raising their hands、まあ、これ手を挙げるという話でございますので、全く本文と違いますね。
で、皆さん正解は、うということでよろしいかと思います。誰かがですね、助けを提供する、そういう可能性は、スモールですよということですね。ですから、下線部、可能性がほとんどないというところで、言ってること同じでございます。で、もちろん、下線部1番ですね。線引っ張ってるっちゃ引っ張ってるんですけども、やっぱり否定語ですよね。否定語はやはりヒントになったり、かなり重要な根拠を明示してくれますので、情報構造バッチリです。で、皆さん、先ほどの続きでございます。皆さん、一読をしていただいてですね。で、皆さん、下線部2番、これが皆さん、和訳の問題として問われておりますので、ちょっと皆さん考えていただいてですね。で、この後、ホワイトボードで説明に行きます。さあ、皆さん、下線部和訳行ってみたいと思います。では、構造がですね、やや複雑でございますので、皆さん、こう、マークはですね、ちょっと4色使いながらですね、行ってみたいと思います。で、皆さん、答えはですね、この下にもうすでに書いておりますので、皆さん、このあたりご覧になりながらですね、聞いていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、一番初っ端ですね、フェン・イン・ナ・グループということで、まあ、集団の中にいる際には、いる場合には、まあ、いる時にはということでよろしいかと思います。皆さん、前置プラス名詞はいつも通りですね、カッコして M、とさせていただけると幸いでございます。で、皆さん、集団の中にいる際には、People just sat ということで、人々は、座っていただけですよということです。で、皆さん、ちょっと確認させていただきたいんですが、皆さん、さっとと言われたら、自動詞でよろしかったですね。座ったよー。何々を座るとは言わなさそうですからね。ですから、皆さん、自動詞。では、本来皆さん、自動詞であれば、本当皆さん、ここで文型終了というサインを、引かせていただけますと幸いでございます。で、皆さん、ここで皆さん、文型終了している、と判断できたら、皆さん、右側もはや文型に関係がないので、皆さん、M ということです。で、皆さん、they are looking at one another ということで、皆さん、ちょっと皆さん、また別の動詞が出てきますので、色分けさせてくださいね。で、皆さん、looking この ing をどうするかということですが、皆さん、m ということでございます。ですから、皆さん、m ということは皆さん、言い方を変えると、品詞で言うと、副詞に相当しますので、ですから皆さん、副詞の働きをしている ing。それ皆さん、名前がついていましたよね。もちろん、分子構文ということでよろしいかと思います。で、皆さん、分子構文の訳し方なんですが、もし知らなければですね、皆さん、スマホでご覧になっている方、皆さん、この画面の右下にですね、このボタンがあるかと思いますので、先ほどもお伝えしましたが、リンク貼っておりますので、この後お時間よろしければ、ご視聴よろしくお願いいたします。で、皆さん、この ING、分子構文だと判断できたら、皆さん、訳す順番は、基本的に皆さんも左側から右側へ、訳し下げていただけるとよろしいかと思います。ですから、人々は、ただ座り、そこに座り、そして、looking at one another ということで、お互いを見てましたということですね。この後は皆さん前置プラス名詞ですからいつも通り M ということです。で、その後じゃあどうしますかということなんですが、皆さん until the smoke was so thick ということです。で、皆さんここに B 動詞がございますので、ということは皆さん、前後は SVC ですね。ですから、その煙が濃くなるまでずっと、眺めてましたよということです。あとは、その眺めていたんですが、皆さん、そうざと構文ですね。皆さん、これ赤色で書いております。で、とても濃くなりましたので、they couldn't てんてんてんということで、皆さん、see は、見たよー。何をーってことですので、他動詞でよろしいかと思います。で、あと皆さん、クエスチョニア、アンケートですね。目的語見たよーということです。ですから皆さん、構造は皆さんこんな感じになっているんですよね。で、あと皆さん訳す順番なんですが、おそらく皆さん一番初っ端はですね、フェン・イン・ナ・グループ、集団の中にいる際にはという感じでよろしいかと思います。ですから、このあたりをちょっと丸一番にしておきますね。
で、あとは、その後どこに行きますかなんですが、おそらくうんたらかんたらまでずっと、このオレンジのあたり、という感じで皆さん解釈してるかと思いますが、だからこのあたりですかね、このあたりを多分訳すんでしょうけども、総ざっと構文がございますので、ですからその次に行くのであれば、このあたりですかね、煙がとてもとてもですね、濃くなりましたの で、あとは彼らはですね、人々は、クルントシーザークエスチョネアということでそのアンケートを、見ることができませんよということですね、見ることができなくなるまでずっとということで、皆さんこれで後半大丈夫かと思います。で、その後どうしますかって言われたら、あと皆さん、この矢印の向きをよくご覧になっていただきますと、オレンジのところからこの青のところへ流していただけると嬉しいかと思います。ですから、ただ座り。これは8番目ですかね。そこに座り。そして、お互いを見ているだけでしたということでよろしいかと思います。ですので、動詞は基本的に最後の方が綺麗に済みますので、こういう順番になってくるかと思います。いけそうですかね。ですから、集団の中にいる際、集団の中にいる場合ですね。煙が、とても濃くなりましたので、彼らは、そのアンケートですね。それを見ることができなくなるまでずっと、なるまでずっと、ただそこに座り、そしてお互いを見てましたということでよろしいかと思います。こういう感じで皆さん和訳は完成ですね。さて皆さん、先ほどの続きでございます。ここに空所 A がありましてですね、で問いの3番でございますが、空所 A と空所 B に共通して入るものとして、最も適切な語を下から一つ選んで記号で答えなさいということでいいかと思いますが、空所 B 見るまでもなくですね、実はもうこの空所 A の前後で答えを決めることができるかと思いますので、皆さんちょっと一読をしていただいてですね、答えを考えていただけると嬉しいかと思います。で、皆さんヒントですが、この空欄の右側のこの下線部引っ張ったところだと思います。二人の人たちがですね、全然 OK ですよ。もう万事 OK ですよ。というような振る舞いをしているんですよね。ということは、neither of you becomes 点点点と考えていただけると嬉しいかと思います。ということで皆さん、正解はあのアラームということでよろしいかと思います。これをこの空欄 A に入れて解釈するとですね、どちらもですね、become the alarm ということで不安に思っておりませんということですね。でもちろんヒントはこれでいいかと思います。もう万事 OK ということですから、不安に思うことは全くないということですね。ですから、下線部と言い換え可能ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントにしたところは、と言われたら、皆さん、この下線部ですが、sees という一般動詞の右側ですよね。ですから、情報構造バッチリです。すみません、お疲れ様でございました。さあ、これだけですね、扱いましたが、総合問題でしたね。ですから、皆さん、記述式であれば、和訳、もしくは説明問題なんかがございますし、もしくは選択式であれば、空小集とか内容一致問題などなどということですね。ですから確かにまあ総合的な力を試す両問かと思います。で、じゃあそれをどうやって、対策したらいいですかと言われたら、やっぱりですね、コメ大学のもちろん過去問をやるのも一つ案ではございますが、やっぱり他の国公立の問題で練習するということですね。で、もちろん神戸大学よりもちょっとやっぱり難しいところで練習しておくとですね、当日は楽に感じるんじゃないかって感じがしますので、やっぱりそれをお勧めしたいですし、で、これですね、選択式もですね、せっかく皆さん関西にあるわけですから、やっぱり関下同率ですよね。ですので、非常にいい問題、レベル的にも揃っておりますので、カンカン同率で練習というところがおすすめでございます。でもちろんそれを、なんでしょうね、現実的に、まあ、実現するためにも、これですね、
本堂が。もうなるべくそれを意識しながらですね、問題を選んでいきますので、ぜひ、活用していただけると幸いでございます。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。